乗車した状態を折りたたんだ状態ストライダーは独特のフレームに小型タイヤを履いたベルト駆動の折りたたみ自転車。1987年にイギリスで機械技師だったマーク・サンダースは既製品としての自転車の姿にとらわれないコンパクトな乗り物を考案。トライアングルフレームと簡単に素早く行える折りたためる機能、デザインが特徴とされる。2010年現在は ミングサイクルの表彰となっている。日本の総代理店は GS ジャパン株式会社。1989年からストライダー UK が生産。ボディカラーは黒。リフレクターが円形で前後に装備されている。駐輪用のスタンドが標準装備されている。1992年に生産を中止。1998年から2000年度ランプラスチック車が、 生産。ボディカラーはシルバー。フレームサイズがアップ。2000年から2002年に MK2.5 と呼ばれる車種も生産されている。2002年から2007年ミング、サイクル車が生産。ステム角が付けられたり、樹脂製ホイールから金属ホイールに変更されると、MK1 と比べると大きく改良がされている。日本で販売されている代表的な車種を挙げると、 ストライダーのフレームは大まかに3本のアルミニウム合金のパイプで構成されており、車体重量は約 10kg と比較的軽い。折りたたみ時は3本のパイプが平行して束ねられた形になり、展開するとアルファベットの A に似た形になる。折りたたんだままスーツケースのように転がして移動することが可能。折りたたみに要する時間は慣れた人が行うと10秒で可能とされており、 従来の折りたたみ自転車と比べても圧倒的に早く行うことができる。以上のことから和行に適していると言える。体重量に関しては上員の体重は1 0 0ラム以上の方はご遠慮くださいと取扱説明書に明記されている。身長は1 5 0トル以上を推奨とされている。ストライダミには身長1 4 0トル以上を推奨となっている。 ストライダーは駆動伝達に、ケブラーベルトを使用しており静かな走りが可能である。これにより、チェーンに油をチュースメンテナンスが必要でない。またズボンの裾が油で汚れることもない。初号機で見られたベルトのハトビ等のトラブルは、バージョンアップごとに改善されている。基本的に変速機構は備わっておらず、シングルスピード車と言える。ストライダーボは三段変速機構を装備し、 クランクを逆回転することによって変速を行う。日本国外では二段変速機構が装備されたストライダーも売られている。小型タイヤを履いているためこぎ出しが軽い。坂が少なく信号が多い市街地を走るのに向いている。変速機構は備わっていないモデルは坂道は苦手である。3シリーズ以前のモデルは登場者の体重によっては 急勾配の上り坂はベルトが破飛びして登れない場合がある。5シリーズと新しいモデルはベルトの破飛び防止用のベアリングがリアプーリー付近について折りこの問題を解消した。ハンドルの軸とフロントタイヤの軸がずれていることから操縦感覚は得意なものになっており安全に走行するためにはある程度の練習が必要。時速は 時速2 0トル弱で走るのが一般的。ありがとうございます。